日本神話に登場する神。古事記において、八島神神から円遠津山三きたら各神まで15柱を、刺す17世神の初代とされる。スサノーの命の子で歩く三つ神。大都市神や丘の御霊神のイボ兄にあたる。日本初期においては、清志ゆや主三名郷楼彦八島氏の、清志し名阪系彦八島で命、清志ゆや主三名郷楼。 彦八島のなどの名称で記述されている。仙台旧児本義では、ヤシマジ神の別名を、大名口の神とし、阿波賀神社の書物、俗ジ家大名神もときでは、蘇我のオユヨル朝八角、渡るなさ防流日、古夜各朝各八と記述されている。ヤシマは、多くの島々、地は地やつは、主、美は、神霊と返し、名義は、 多くの島々を領有する主の心霊と考えられる。スサノオの命から、大国出身までの経図。青はオガミ、赤は、女神イザナギの命の子スサノオの命が、大仙津謙信の子のテメシ、アシナシイの娘であるクシナダビメをめとって産んだ子で、大仙津謙信の娘キハナチリュウビメをめとって、ヌのナミのお母をソヒサしやつシュメガミを産んだ。ありがとうございます。